引き続いてね、はい、もう一つの商品のご紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次にご紹介していただくのは鍋つかみです。こちらは赤嶺さやかさんのデザイン制作のものになります。はい、北欧の生地を使ってのものになります。こちら鍋つかみで、ここ両サイドに手を入れて、はい、こういう形になります。こんな感じですね。カスタネットみたいな感じですか、はい、そうですね。で、中には厚手の生地がちゃんと入ってますので、熱伝導しにくいようにちゃんとなっておりますので、ご安心ください、はいはい、で、実際どういうような形で使うかと言いますと、こうやって持っていただいたり、またはこうやってなります。なるほどね。蓋もつかみやすいですね。掴みやすいですね。そこがポイント、はい、はい。で、こうやって持っていただいて、もうなるほどね、はい、ですね。鍋敷としても使えるわけですね、はい、お使いいただけます。なかなか 2way で、はい、2way でね、お使いいただけます、はい、うん、で、ここちゃんとかけるところがありますので、うん、キッチンのちょっとしたフックにこうかけていただいて、ということはインテリアにもなりますね。そうですね。キッチンが可愛く明るくなったりします。、ね、はい。で、今回は全部で15個、はい、そうですね、ご用意させていただきました。で、いろんな柄がございますが、すべて単品売り、一個一個の一つ一つの販売となりますので、はい、はい、いっぱいありますね。いっぱいありますよ。いろんな生地の柄の組み合わせでございます。また、まあ、全部商品の方は商品説明の方から、はい、ご確認です、ね、とか、あと裏もちょっと使ってる生地が違ったりします、はい、そうですね。いろんな、はい、コーンとグリーンのストライプとか小花だったりですね、模様とか、はい、ございますね、はい、ぜひね、こう春引っ越しされる方とか、うん、ちょっとね、こう年度が変わってキッチンのツールとかその辺をこう変えたいなと思う時に、ぜひ一つ、はいはい、加えていただければと思います、はい、あともう一つ、すいません、ワンポイントありました、うん、はい、ここ全部テレの赤嶺先生のステッチが入ってます。ハンドステッチで一つ一つ、はい、一針一針、はい、ステッチが入った、ここもポイントですね。ポイントですね、うん、はい、やはり市販ではないこう手作りのね、うん、中のまた理念とか、またこれも違う、いいですね、形も違いますね、はい、うん、で、全てがちょっとね、全部一つ一つ違うので、すいません、うん、はい、詳しくはホームページの写真とコメントを読んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、販売日は3月3日夜9時21時から、ちょうどおひな様の日ですね、はい、そうですね、ね、はい、はい、皆様のご来店をお待ちしておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。